こちら万水通りのドンキホーテのそばです。おしゃれなショットバーがあるんですけど、今日紹介するのはお酒ではありません。チッチさんのスイーツです。バーなんですがおすすめは何でしょうか？こちらのバスクチーズケーキです。バスク地方で食べられているチーズケーキをバスクチーズケーキと呼ぶらしいんですけど、サンセバスチャンという町があって、美食の町と呼ばれていて、そこでバルで出されているチーズケーキらしいです。高温で短時間で焼くことによって中がちょっととろっとして、周りはしっかりと焼けていて、ちょっと違いを楽しめるっていうチーズケーキなんですけど、こちらにあるのはプレーン。そうですね。他にもフレーバーがあったりするんですか？そうですね、これ数えてないから数えきれないだけなんですけど、基本的に1日4種類は作っていて、で日替わりでいろいろと変えています。行ったらもう新商品があるみたいなのって、すごくワクワクするような気がするので、逃しちゃうともう食べられない。2月になったらチョコとかですかね？そうですね、バレンタインを意識してやってみようかなって思っています。じゃあぜひハートのチョコバスチーを、ハートをちょっと作戦会議で検討します